湯浅拓は、日本人のアメリカ合衆国弁護士、タレント、著述家、ホリプロ所属、東京都生まれ、港区立発金小学校、麻布中学校、高等学校を経て、1979年、東京大学法学部卒業、1983年、カリフォルニア大学ロサンゼルス校、ロースクールにて、LLM 取得後、コロンビアロースクール、 ハーバードロースクールに学ぶ。1984年、ニューヨーク州弁護士の資格を取得。1990年には、ワシントン DC の弁護士資格を取得している。ロックフェラーセンタービルの売却では、ロックフェラー側の巨大代理人団の一員となった。この契約には巨大な弁護士、会計士軍団が編成されており、契約がまとまったのは1989年である。 テレビ番組に出演した際に独特のキャラクターで知名度が上昇した。一つは大げさに頭を振って長い前髪をなびかせる仕草である。本人曰く1997年頃のものという公式プロフィールの顔写真は単発で現在とは全く異なる風貌である。このことは出演する番組で何度もネタとなっている。また両手をや指を立てるポーズも挙げられ。 この際の、湯浅ですというフレーズを言うことが多々ある。メディアに進出するようになった経緯は、ホリプロとの特別な関係に由来する。90年代からプロダクションと彼の間で、経営コンサルタント契約が結ばれていることから、代表取締役会長の小田慎吾との関係は、深い。また代表取締役副会長堀一隆、ホリカ代表取締役社長、ホリ隆とは、 アメリカ留学時代からの友好関係があった。そして彼のユーモラスな言動を生かしてテレビ進出を企画した。外国著名人に関して情報通である理由は彼らが来日する際のコンサルタント業務を彼がかつて所属していた事務所が行っている点にある。現在、その事務所の PR 業務を担当しているのはフローランダバディであり、 その合名会社の外国人事務所に所属するユンソナとは指定的な交流がある。自身のレギュラー出演番組であるところさんの学校では教えてくれないそこんところ。では、ユアサ弁護士ってどんな人という検証企画が行われた。日本国内の弁護士資格は所持していない。以前はバラエティ番組の司会を務めたこともあった。趣味はダンスとオペラ鑑賞。 学生時代に声優学を習っていたという経歴もある。ありがとうございます。